はい、えー、橋本です、えー。今日はですね、えー、現場から、えー、帰ってきまして、今日どうしてこういう格好をしているかといいますとですね、えーまあ、こういった作業着なんですけれども、 えー、実はですね、きょうはです、ね、あの先日ちょっとありました、えー、孤独者案件、まああの、お部屋の中で亡くなられた案件で、ですね、えー、現場の方行ってきまして、えー、その対応で、ですね、は、えー、こういった服をしております。というのが、やっぱりあの亡くなられたお部屋、まだ床へ消毒とか床へ清掃をしていない状況のお部屋というのは、かなりにいとかがですね、えーまあ、亡くなられたのの刺繍というのか、まあ、あの体液等の匂いというのがまだきつく残っているような状況ですので、まあ、あの以前ちょっと涼んでいくと。 えらい目にありましたのでですね、今日ちょっとこういった感じで服装を変えまして、えー、現場の置いております。えー、まだやっぱりお部屋内はやっぱり匂いとか虫とかですね、えー、かなりまあ,あのその亡くならた後とかっても残ってますのでなかなかちょっとあの内容的にはまショッキングというかですね、どこではあるお部屋の状況ではあるんですけれども、まあ、あの今日はちょっとあの遺族の方と今後の進め方等をですね、ちょっとお話をしていきました。えー、またこれからですね、えー、随時ちょっとあのお部屋の方のですね。 えーまあ、元に戻すような形でですね、まあ、リフォームとか、徒歩支障とかいろいろとまあやりながらですね対応していくんですが、えーまあ、その都度の話し合いで、ですね、えー、遺族の方とかのお話し合いであったりとか、またあのオーナー様ですね、えー、消費者の方とか、まあ、あと保険会社様とかっていうのも今回、いろいろと絡んでくるところがありますので、そのへんとです、ねえー、関係者の方とお話ししながら、えー、一日も早くですね、えー、早期にちょっと改善できるように、えー、引き続きやっていきたいと思っております。 えー、今日はそういった現場のどこか持ってきましたので、ちょっとあの髪の毛とかもちょっと乱れておりますけれども、あのー、その、まあえー、状況の方をですねお話しできればと思って、えー、どうかどうかしていただきました。